げてくれたトスが本当に全ていいトスで、彼女を信じて打ち込むことができました。ありがとうございます。早い攻撃とブロックで着実に得点するのが印象的でした。本日の試合決定率 83.3% と、大活躍でした。どんなことをこう意識してプレーされていましたか？全ての、トスを打つ気で入っていて、で、全てのボールを決めきれることは全てっていうのはできないと思うんですけども、全て決めるっていう気持ちでチームのために打っていました。チームを助けることができて本当に良かったと思っています。ありがとうございます。その強い気持ちが、勝利につながったのだと感じました。ありがとうございます。最後に今日お越しいただいた会場の皆様に一言お願いいたします。皆さんありがとうございます。 Please watch us tomorrow against Story。 ありがとうございます。明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。